イチゴ食べるだけでこんなに可愛いって、マジかよ。平野紫仕様のファンに隠された驚きの事実。数々のアイドルが存在する中、なぜ27歳の男性がイチゴを食べるだけでこんなにも可愛いのか。それにしても、平野紫仕様以外でこんな魅力的な存在が他にあるのだろうか果たして、紫輝くんのファンから抜け出すことはできるのだろうか彼のファンなら誰もが一度は経験する、平野紫仕様の沼。 私もその一人で、彼の魅力に引き込まれてから4、年以上が経とうとしています。彼の一瞬の表情、特にイチゴを食べる瞬間が、なぜこれほどまでに心を打つのか。その謎を解明すべく、彼のストーリーに迫ってみましょう。イチゴを手にする平野信用は、まるで異世界の住人。彼の表情は、ただのイチゴを食べているだけなのに、何か魔法がかかっているようです。 高画質な翔くんの姿は、まるで絵画のようで、イチゴを食べている瞬間は、その美しさが最も際立っています。彼の耳かけ違反もまた、可愛らしさを引き立てる一環と言えるでしょう。しかし、この一瞬の美しさに隠されたものは一体何なのか。イチゴを食べるときの彼の表情や仕草は、まるで天使が地上に舞い降りたよう。ブロンドのサラスと耳かけは、まさに天使の証。しかし、 その一方で、彼がゴリゴリラップを歌っている姿もまた驚きです。一体どの瞬間が本当の平野仕様なのだろうか彼の魅力に引き込まれると、時折ラップが見え隠れします。ミチル君に変身したり、男気を発揮したり、セクシーな存在に変身したり、彼の魅力は無限大で、見ているだけで心が癒されるのは確かです。ここで疑問が湧き上がります。 果たして、27歳の男性がこんなにも幅広い魅力を持つことは本当に可能なのだろうか彼のイチゴ食べる姿と、ラップ歌手のギャップが全く異なるものであることは否めません。しかし、このギャップこそが彼の真の魅力なのかもしれません。紫輝くんのファンなら、彼のイチゴ愛にも触れたことがあるでしょう。彼が美味しそうに食べるだけでなく、可愛らしさをアピールしてくる姿勢は、まさに彼なりの一面。 最近ではストローベリーにハマっているとかで、ナンバーアイの仲間たちと一緒にイチゴ狩りに行きたいと語っています。イチゴ狩りという言葉が出てくると、紫輝くんのギャップが再び顔を覗かせます。美味しそうに食べるというより、可愛く食べる姿勢がまた一つの魅力。一瞬で男らしさを発揮し、また次の瞬間には女の子みたいな可愛らしさを見せつける。これこそが、平野仕様の真髄なのかもしれません。しかし、 彼の魅力にはやはり謎が多い。一体なぜ、イチゴを食べるだけでこんなにもファンを魅了するのか。それが解明できれば、紫輝くんのファンから抜け出すこともできるのかもしれません。ところで、私は紫輝くんのファンとして、彼の魅力にどっぷりと使っています。彼の姿を見るだけで、日常の疲れやストレスが癒されるような不思議な効果があります。果たして、これは彼の本当の魅力なのでしょうか最後に、 読者の皆さんにも質問です。あなたは平野紫耀の魅力に引き込まれたことがありますかもし彼に関する興味深いエピソードや意見があれば、ぜひ共有してください。紫輝くんのファン同士で、彼の魅力について熱く語り合いましょう。それでは、皆さん、紫輝くんの世界へ一緒に浸ってみませんか